体重がね減ってきちゃったんですよ。やってんだけど560でしたよね。550、545、530、やっと今日540です。ちょっと増えた。ここ24時間でうんちはそうですね250個ぐらいかな。だって家の時もっとしてたもんね。神社って結構400近いですよね。やっぱご飯の量ですかね。一応でも7を3回は準備してやるんだけど、多少こぼれるのもあるからさ、それにちょっとチェックしよう。動くんで抱えないと飛ぶね。いつも抱えてそれで動かないでそれでやってるんで。わかりました。すみません。これからですよね、手術って。もう手術終わったの？これから明日ですよね。明日。だから明日、明後日は来れないので、はい、わかりました。その後、なるべく早く行きます。だからでも手術して、その後の、こういう声はどこまで動くかですよね。これができるかどうかで、結構力いりますもんね。そう、私の方がちょっとね、あれは使ってますね、流動パラピンって。使ってますね。ゴムとかも使ってますね。あれがないともう硬いからさ。そうですね、あれあっても。まああっても硬いから。硬いけど、だんだん硬くなる。もったいないから、なんかちょっと我慢し、頑張ってやってましたけど。いや、もうちょっとこれからはたっぷり使って、潤滑油使わんと難しいです。そうですね。はい、じゃあちょっとね、